古い木造家屋の耐震化が進まないことを問題視する東京都は、明日から耐震キャンペーンを行います。それを前に、今日から耐震シェルターの展示会が始まりました。都庁の議事堂1階に展示されたのは、大きな地震が発生した際でも壊れにくい構造となっている部屋やベッドです。これまでの地震では多くの家屋が倒壊していて、古い木造住宅が多い東京ではその対策が急務となっています。都では国や区市町村とともに2008年度から耐震シェルター導入への補助金を出していますが、昨年度の申請件数は3件でした。展示されたのは25万円で寝室部分だけを耐震化する工法や25トンの重圧にも耐えるヒノキのベッドなどです。少しの工夫がですね、人の命を守るということにつながりますので、ぜひ、足を運んでいただければというふうに思います。この展示は12日までで、キャンペーン中は都庁でのフォーラムや個別相談などが企画されています。